赤十字社、赤十字社とは、国際赤十字、赤新月運動、赤十字運動によって運営される戦争や天災、自然災害時における傷病者救護活動を中心とした人道支援団体の総称である。スイス人実業家、アンディ・デュナンの提唱により創立された。世界各国に存在し、それらは国際的な協力関係を持っている。 国によっては赤新月社、赤十字会を名乗る。赤十字、赤新月運動は、赤十字国際委員会、国際赤十字赤新月社連盟、各国の赤十字、赤新月社の3組織で構成されている。各組織は、財政、政策の面で独立しており、ICRC は紛争、IFRC は自然災害、赤十字、 赤新月社は主に国内で活動を展開し、それぞれの基本的な任務は異なっている。いわゆる国際赤十字はこの国際赤十字、赤新月運動を指す。赤十字運動の最高決定期間は赤十字、赤新月国際会議と呼ばれ、この国際会議は原則として4年ごとに開催される。国際会議には、ジュネーブ諸条約締約国政府の代表、 ICRC の代表、IFRC の代表、各国赤十字、赤新月社の代表が参加する。赤十字運動の各組織は独立しているが、活動上は連携しており、ICRC は各国赤十字社と連携して任務に当たっている。例えば、日本赤十字社は、紛争地における ICRC の支援活動に、日本人職員、 主に、両スタッフを派遣している。また、追跡事業では、世界を網羅する ICRC のネットワークに加え、各国に根を張る赤十字、赤新月社のネットワークも活用されている。国の内外を問わず、戦争や大規模な事故や、災害の際に、敵味方区別なく、忠実な立場で人道的支援を行う。ジュネーブ条約とこれに基づく、国内法によって、 特殊な法人格と権限を与えられている。2011年12月1日現在、152カ国に赤十字社、34カ国に赤新月社が設立され活動を行っている。十字でも新月でもないダビデの赤盾を用いるイスラエルのマーゲンダビード公社を含めると計187国。活動にあたっては、 以下の7原則を掲げこれに基づく行動をしている。など、非常に多岐にわたる。多くの国では、識物マークは白地に赤い十字、赤十字のマークを採用している。この赤十字マークは1863年に赤十字規約が制定された時にはすでに決定しており、創立当初から各国において使用されていたものの、当時は、団体名は、各国まちまちであり、 赤十字社という名前は使用されていなかった。しかし、団体の規模が大きくなるにつれて統一した名称が必要となっていったことを受け、1867年からオランダ救護者が通称として、マークの名前を団体名として使用していたため、赤十字社を各国救護者の正式名称とすることが提案され、1872年のスペインを皮切り2870年代には、 各国救護者が赤十字社と解消していった。故障については、赤十字社が一般的だが、中華人民共和国では、くれない十字会、赤は中国語では、くれない、また、朝鮮民主主義人民共和国では、赤十字会と呼んでいる。イスラム諸国では、十字は、キリスト教を意味し、十字軍を連想するとして嫌われた、ため、白字に、 赤色の新月を識別マークとし、赤新月者、赤新月者と呼んでいる。このマークは、デュナンの母国スイスの国旗の赤字に白い十字の色を反転したものとされており、ジュネーブ条約にも、スイスに敬意を表するため、スイス連邦の国旗の配色を点灯して作成した、白字、赤十字の紋章との一文があるが、1863年の、 赤十字創立時の記録には、ルイアッピアが団体構成員の目印として白い腕章を提案し、おそらくアンリ・デュフールと思われる人物がそれに赤い十字マークを付け加えることを提案したのみで、スイス国旗についての記載は存在しない。スイス国旗と赤十字の関係についての初めての記載は1870年のギュスターブ・モアニへの発言が初出である。 この一文が挿入されたのは、初期加盟国の一つである、オスマン帝国の行動が原因である。オスマン帝国は1865年に、ジュネーブ条約に加盟したが、自国の兵士の大半を占めるイスラム教徒が、キリト教の印である十字架の印を用いるのは、不適当であるとして、1876年に新たに、赤い三日、かつ赤新月のマークを制定し、 以後オスマン帝国の救護部隊には赤十字に代わり赤新月を使用させるムネス政府に通告を行った。オスマンのこの動きによってペルジャや大王国といった国々で新しい表彰制定の動きが強まり世界同一のマークを使用することを重視する赤十字国際委員会との対立が待った。1906年にはジュネーブ条約が改定されこの時に上記の スイスに敬意を表するため、スイス連邦の国旗の配色を点灯して作成した白地に赤十字の紋章との一文が初めてジュネーブ城に挿入された。これは赤十字のマークがキリスト教とは何の関係もなく、スイスに敬意を表したものだと強調することで、非キリスト教国、特にイスラム教国に対して赤十字マークの使用を即意とがあった。ただし、 オスマン帝国はこれを承認せず、翌年に赤新月マークの使用を条件として加入した。やがて第一次世界大戦後、いくつかのイスラム教国の新独立国が誕生すると、それらの国々は赤新月を自国の団体のマークと定めた。インドネシアはイスラム教徒が多い国であるが、例外的に赤十字社である。またパキスタン、マレーシア。 バングラデシュなどは設立当初は赤十字社であったが、後に赤新月社に変更した。また、イランの赤四死太陽も公認された。ただし赤十字社は、こうした異なるマークの採用には非常に否定的なスタンスを貫いており、第二次世界大戦後にユダヤ教を国教とするイスラエルが独立し、マーゲンダビド公社、イコール、 ダビデの赤盾社が設立された時に彼らのマークとして提唱されたダビデの赤盾を赤十字社のマークとして認定することを拒否しておりダビデの赤盾は今までに承認されたことはない赤十字赤新月の他にも主事の表彰が乱立し混乱を招くことから赤十字赤新月に代わる共通のイコール第三の表彰採用が提案された これには加盟国の合意に基づくジュネーブ条約の改定を要するために議論は紛糾したが、2005年12月8日の赤十字赤新月国際会議総会において、全会一致原則の総会では異例である投票による3多数により赤の菱形をかたどった宗教的に中立な第3の表彰、レッドクリスタル、レッドクリスタル、赤水晶。 赤菱家たち赤菱が採択された。これは、として、署名が解放され、2007年1月14日に発行した。レッドクリスタルの表彰の意味や法的効力は、従来の赤十字赤新月と完全に同一である。レッドクリスタルを用いることで、イスラエルの赤盾者は国際赤十字への加盟ができることとなり、 赤十字国際委員会は同社を正式に承認した。ただし、ダビデの赤だての表彰は、イスラエル国内、国境紛争中のウエストバンクと東エルサレム地域を除くのみで用いる表示表彰であり、ジュネーブ条約の保護表彰としては認められていない。同様に国内での宗教勢力のバランスから赤十字、赤新月の表彰を併用したいと主張している、エリトリア等の国や地域でも、 レッドクリスタルを使用することで国際赤十字への加盟を期待している。また、このレッドクリスタルの表彰は単独で用いる以外に国際活動を行う際にホストとなる国の了承があれば中の白字の部分に独自のマークを入れても構わない。なお、赤十字マークに対するかなり強硬な統一表彰維持の姿勢とは異なり、赤十字赤新月。 レッドクリスタルの各表彰において、その表彰の明確な形状は指定されていない。色調においても同様である。これは、もし明確な形状、色調を定めてしまった場合、その表彰から少しでも外れたものが、赤十字表彰とみなされず攻撃を受けてしまうことを防ぐためである。赤十字及び赤新月の表彰、類似のものを含むは、 戦地にある軍隊の勝者及び、病者の状態の改善に関する1949年8月12日の、ジュネーブ条約、ジュネーブ諸条約の第一条約、傷病者保護条約第44条により、赤十字社、赤新月社と、軍隊及びこれに準ずる組織の医療、衛生部隊の人員、施設指揮罪、さらには、ジュネーブ諸条約第一追加議定書、 1977年、第8条により、軍民を問わない、医療組織、医療用輸送手段、医療要員、医療機器、医療用品、宗教要員、宗教上の器具及び宗教上の用品の保護のために、用いられる。これは、赤十字、赤新月の関係者、施設資機材は、人道上、戦地、紛争地でのあらゆる攻撃から無条件で保護されねば、 ならない存在だからである単に医療施設を表すのではないことが厳格に規定されているただし各国赤十字社赤信月社から許可を受けた上での救急車や救護所での平時の使用は例外的に認められている第1条約第4条第4項日本国内においては赤十字の表彰及び名称等の使用の制限に関する法律によって 1> 第1条に規定された赤十字赤新月赤のライオン及び太陽の表彰及び名称の使用は日本赤十字社第2条及びその許可を受けた者第3条のみに制限されておりりに使用した場合は懲役または罰金刑に処される第4条しかし一般の病院薬局テレビ番組 広告などでの誤った使用が後を絶たないことから、日本赤十字社では誤用しないように呼びかけている。ただし、平成14年図式地図記号では、病院を示す記号にホームベース型をした五角形の中に十字が入る記号が制定されており、保健所を示す記号に円形の中に十字が入る記号が制定されている。由来は、病院が、旧陸軍の衛生隊のマークで、 病院の記号を元に変更されたものが保健所とされている。医療や福祉関連以外では、キックボクサーのラジャタが2005年のデビューから2009年までのリングネームに赤十字流、赤十字流を名乗っていたため、日本赤十字社からの抗議を受け、リングネームを解消している。なお、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第157条。 第2項では、武力攻撃事態等においては、指定行政機関の長または、都道府県知事が、医療機関や、医療関係者に、赤十字表彰等を使用させることができるとされている。また、商標法第4条第1項第4号においては、赤十字の表彰及び名称等の使用の制限に、関する法律第1条の表彰及び名称については、 商標登録を受けることができないとされている。赤十字社の創設者は、スイスジュネーブ出身のアンリー・デュナンである。デュナンは1859年、北、イタリアで、ソルフェリーノの戦いに遭遇し、その日三者に大きな衝撃を受けた。帰国したデュナンは1862年、ソルフェリーノの思い出を出版し、その中で、各国に戦争となった際に、 戦いの犠牲者たちを救援する組織を設けること、戦闘による負傷者や、その負傷者の救援にあたる者を、戦闘に加わるいずれの側からも保護する法を定める、ことの二つを提案した。デュナンのこの提案は、大きな反響を呼び、1863年2月には、ジュネーブにおいて、デュナン、アンディ・デュ・フール、ギュスターブ・モアニエ、ルヤッピア、テオドール・モノアールの五人によって、 国際不詳軍人級五条地委員会、五人委員会、現赤十字国際委員会が発足した。この五人は、それぞれ赤十字の設立に大きな役割を果たした。デュナンは赤十字を初めて構想した人物であり、また優れた行動力で各国において赤十字の必要性を解き、支持を獲得していった。デュフールは1847年の 分離同盟戦争において、スイスの分裂を防いだ名称であり、またこの時に捕虜や負傷者に対し人道的な対応を取ったことで、すでに名声を確立していた。この名声と各国への人脈から五人委員会の委員長となり、早々期の赤十字運動において指導的な役割を果たした。モアニエは弁護士であり、赤十字運動の理論家と組織化に力を尽くして、 1910年に亡くなるまでこの運動の中核を担い続け、赤十字の育ての親とも言われる。アッピアは戦勝外科の権威であり、自らも医師として積極的に救護に出向くとともに、医学的な方面から助言を行った。モノアールも科医であり、指導層だけでなく、一般市民への広報を重視していた。1863年3月には5人。 委員会において委員会自身ではなく各国がそれぞれ民間救護団体を設立するという方針が確立され、同年8月にはジュネーブでこの問題に関する会議を10月に開催すること決定された。これを受け、各委員は各国に精力的な呼びかけを行い、10月には予定通りジュネーブにおいてスイス、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、 スウェーデン、ロシア、オーストリア、プロイセン、バーデン、バイエルン、ハノーファー、ヘッセンカッセル、ザクセン、ビュルテンベルクの16カ国が参加する会議が開かれ、この時各国に救護団体を設立することが決定し、赤十字表彰等を定めた赤十字規約が採択された。またこの時、オランダ代表からこの団体の中立が議題に提出され、採択されることで、 中立原則が確立した。この会議が終わるとすぐに救護団体設立の動きが本格化し、同年12月にはビュルテンベルク王国において世界初の赤十字社が設立され、翌1864年2月には現存する最古の赤十字社であるベルギー赤十字社が設立。その後も続々と多くの国がこの精神に賛同して救護団体を設立していった。 同年2月にデンマークとプロイセンの間で第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争が勃発すると委員会はアッピアラを視察団として両国に派遣し多くの知見を得た。1864年8月にはスイスなど16カ国が参加した外交会議で陸戦に適用される傷病者の状態改善に関する第一回赤十字条約最初のジュネーブ条約が審議され スイス、フランス、イタリア、プロイセン、オランダ、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ベルギー、バーデン、ヘッセンカッセル、ビュルテンベルクの12カ国が調印して発行した。これは国際人道法の講師とされている。その後欧州諸国は続々とこの条約を批准していき、1865年にはオスマン帝国が条約を批准。 1868年には同国に救護団体が設立されるなど、キリスト教検問にも運動は拡大していった。創立者のデュナンは1867年に破産して、同年後に委員会を辞職し、運動から身を引かざるを得なくなったものの、その後も赤十字運動は順調に発展していった。1867年にはパリにおいて、 勝者救護者の国際会議、後に第一回赤十字国際会議と呼ばれるが開催され、1869年にはベルリンにおいて第二回会議が開催された。上記の通り1870年代には各国の救護団体の多くが赤十字社と解消し、以後赤十字社がこの団体の正式名称となった。この流れに伴い、1875年には、 国際不詳軍人旧五条地委員会が赤十字国際委員会と解消した。また同年、バルカン半島における紛争において、オスマン帝国が赤新月を赤十字の代わりのマークとして使用し、これがイスラム圏における赤新月マーク使用の端緒となった。日本においては、1877年、明治10年に旧、辰岡藩主で、元老院議官のお生久うしと、 同じく元老院議官の佐野城民が白愛社を結成し、同年の西南戦争において救護活動を行ったことが赤十字運動の行使なっている。一方、軍部内においては、大山岩尾が積極的にジュネーブ条約への加入を推進し、1886年、明治19年には日本は東アジア発のジュネーブ条約加盟国となった。これを受けて白愛社は、 翌千八百八十七年五月二十日に日本赤十字社へと解消し、九月二日には赤十字国際委員会から正式に承認されて赤十字の一員となった。千八百九十九年にはオランダのハーグにおいて万国平和会議、ハーグ平和会議が開催され、ハーグ陸戦条約が締結されるとともに、海戦に適用するジュネーブ条約が成立し、これによって、 ジュネーブ条約の適用は改善にも拡大され、赤十字社の活動は海上にも及ぶようになった。こうした赤十字の活動の着実な拡大によって、1901年には赤十字の創立者であるアンリ・デュナンが第1回のノーベル平和賞を受賞した。1906年にはジュネーブ条約が改正され、傷病者の状態改善に関する第2回赤十字条約が締結された。 また、1907年には、ハーグ陸戦条約が改定された。1914年には、第一次世界大戦が勃発し、多くの加盟国が戦争に巻き込まれた。この大戦において、各国赤十字が救護活動を行う中、赤十字国際委員会は各国に大量に、発生した捕虜の救済活動を活発に言い、その功績によって1917年には、 赤十字国際委員会がノーベル平和賞を受賞した。1919年に第一次世界大戦が終結すると赤十字は大戦中に明らかになった多くの問題の改善に取り組んだ。同年にはアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、日本の5カ国代表により各国の赤十字社の連絡調整を目的とする赤十字社連盟がパリに設立された。 また、1929年には、ジュネーブ条約が再び改正され、傷病者の状態改善に関する第3回、赤十字条約が締結された。この条約によって、イランの赤カシシ太陽が赤十字のマークに正式に加えられた。同年、それまで不備な天皇を買った捕虜の待遇改善を目的とする、捕虜の待遇に関する条約も締結された。 1939年に第二次世界大戦が勃発すると、再び多数の加盟国間で戦闘が行われることになった。赤十字社連盟本部は同年パリから中立国、スイスのジュネーブに移転した。赤十字は第二次世界大戦中も活発に救護活動を行い、1944年にはこの功績によって、 赤十字国際委員会が2回目のノーベル平和賞を受賞した。しかし、第二次世界大戦においては、多くのジュネーブ条約違反が横行し、また膨大な数の戦闘員、非戦闘員が命を落とすこととなった。第二次世界大戦の結果を受け、1949年8月12日には、これまでの4つのジュネーブ条約、赤十字所条約を統合し、 戦地にある軍隊の勝者及び、病者の状態の改善に関する1949年8月12日の、ジュネーブ条約、ジュネーブ第一条約、傷病者保護条約、会場にある軍隊の勝者、病者及び難戦者の状態の改善に関する1949年8月12日の、ジュネーブ条約、ジュネーブ第二条約、難戦者保護条約、 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約、ジュネーブ第三条約、捕虜条約、戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約、十部第四条約、文民条約のジュネーブ四条約が新たに制定された。この条約によって、戦争時の民間人の保護や内戦時における保護規定、 違反に対する罰則規定などが定められ、赤十字の権限は大きく拡大した。1963年には、赤十字は、設立100周年を迎えたため、この100年間の貢献に対して、赤十字国際委員会、赤十字社連盟に共に、ノーベル平和賞が贈られた。1965年には、赤十字の基本7原則が制定された。1977年には、 ジュネーブ4条約において保護されていなかった、独立運動やレジスタンスに対する保護を目的とする、ジュネーブ諸条約第1追加議定書、内戦、内乱時の保護の拡大を目的とする、ジュネーブ諸条約、第2追加議定書の2つの追加議定書が採択され、対象はさらに拡大した。1983年には、赤十字社連盟が赤十字赤新月社連盟と、 解消したが、レッドクロスとレッドクレセントの頭文字が共通なので、略称は変わらなかった。1991年には赤十字、赤新月社連盟に、それまで存在しなかった国際の名が追加され、リーグからフェデレーションへと変更されて、国際赤十字、赤新月社連盟、IFRC と解消した。さらに二千五年、赤十字と赤新月に加えて新たに、 レッドクリスタルを表彰と定めた第3追加議定書が採択された。2014年国際4つの自由賞を受賞。ジュネーブ条約などにより表彰を掲げた施設やスタッフは攻撃を受けないこととなっているが戦場では必ずしも守られるとは限らない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。